はい、どうもこんにちは、ケコフリです。ただいま愛知県の豊橋駅におります。これから乗るのは飯田線の特急稲地1号です。10時8分発ですね。これに乗って、全区間を乗車していく予定です。飯田までね。ということで、もう入線していました 373系 電車ですね。この373系は特急富士川とかね、ホームライナーにも使われてます。この稲地のヘッドマークはこれから通るね、秘境区間の、稲田にを表したものかと思われます。最初ね、なんか稲穂のお米の方の田んぼの方のね、稲にもね、ちょっと見えなくもないじゃないですか。なんかビヨーンって出てる感じ、あれに見えちゃったんですよね。でも違いまして、山の峡谷を表した多分天竜峡とかその辺ですよね。ということで、今回乗るのは3号車なんですけれど、3号車って自由席じゃないですか、普通にね考えると。だけど指定席なんですね。それはどういうことかというと、こちらでございます。セミコンパートメントです。今後で言うと準個室となってますがね、ちょっと個室というには程遠い感じはします。そして客室、自由席との仕切りもね、実質ないみたいな感じですよね。デッキとの間が、これは何でかっていうと、もともと普通列車としてもね、使えるように設計されている関係で、このような形となっています。でもセミコンパートメントというとね、700系レールスターにもあった感じ、あっちはね仕切りあるんですが、こっちにはありません。そして今回買った駅弁はこちらです。秘境駅オリジナル弁当というやつですね。飯田線秘境駅オリジナル弁当、やっぱりね、これから秘境駅を、通っていく旅をねするのに欠かせない駅弁かと思います。メニューに関してはそれぞれ、名古屋愛知だったり、それから途中通るところ沿線の名物だったりね、郷土料理的なものを多少詰め込んでいるみたいです。クモハ373とあります。それではどんな旅になるのでしょうか。発車までもう少しですね。はい、ちなみにこっちがね、普通車のというかね、セミコンパートメントの普通車なんですけど、リクライニングするタイプの一般の座席です。モケットとか柄はね一緒なんですけど、こっちはリクライニングしませんが、その代わりね、大きなテーブルがこのようについてて、便利なものとなっています。はい、ではね、ドアが閉まって発車ですね。こうやって特急なのに席からドアが閉まるとこ見れちゃうなんて、ほんと普通列車みたいですねという感じで豊橋を発車です。ちょっとモーター音聞きましょう。ではね、最初の停車駅豊川に到着です。ここ、豊川はですね、豊橋との間は複線となってて、東海道線とね、そこまで遜色なくスピードも出せる区間となっています。またね、一部の区間は名鉄名古屋鉄道と共用の線路をね使ったりしています。そして今回、稲地に乗ったメインのね目的は駅メモ、ステーションメモリーズですね。そちらを制覇して飯田駅でね、景品もらうために頑張っていきます。それでは豊川を発車です。この独特のモーター音が、聞けるのも373系の楽しみなんですけどね、残念ながら飯田線はというと、
といい感じのところでね、こうやってスピードをね、これ以上上げずにそのまま徐行みたいな感じになっちゃうんですよね。そう、藤川とかね、ホームライナーみたいにはいかないんで。それではね、早速飯田線秘境駅オリジナル弁当をね食べていこうと思うんですけれど、あれどうした、紐が引っ張ってもほどけないぞ、どうした、何やってるもうやだ不器用という感じで、まあこれはねカメラ片手に持ってるからしょうがない、うん、俺は悪くない、うん、全く問題ないです。はい、問題なくはないけどね。ということで結局ハサミ使って開けちゃいました。はい、そして中身がこちらです。なんかね、何、おつまみにもなりそうだし、田舎のおばあちゃんがね作ったようなものもあったり、それぞれの、地域の生かした稲荷寿司とかね、本当に秘境駅っていう本当に田舎のなんだろう良さが出ている弁当じゃないかなと思います。はい、そしてね、もう午前中から飲酒ですよ。そしてちくわで有名なの豊橋なんですけど、それのたこ焼き味のちくわっていうかね、かまぼこみたいなやつです。それではね、もう待ちくたびれたのでね、早速プシュッといっちゃいましょう。ちなみにこの水神ソーダなんですけど、結構ねこの色に騙されて、まるでサイダーとかラムネサワーのね、ように間違えて飲んじゃう人が続出してるんですけど、実際結構辛口ですのでね、焼酎とかジンっていうのがね苦手な方は要注意でございます。はい、そしてこんな感じでね、やっぱり遅い速度でね、時速30-40キロですかね、通過していきます。ただなるべく直線のとこはスピード出そうっていう感じで、時速85キロがね最高速度だと思うんですけど、それぐらいまで出ます。でもね、出たと思ったらすぐ減速してね、スピードを、ね、下げていっちゃいます。この飯田線についてご案内をいたします。この飯田線は愛知県の豊橋から静岡県を経て長野県の勝野までを結んでいます。長さは約 196km の路線です。元は豊川鉄道、高麗寺鉄道、阪神鉄道、金屋電気鉄道の私鉄4社によって連絡されておりました。駅の数は94、トンネルの数は138、橋梁、橋の数は379あります。飯田線の沿線には日本三大稲荷の一つである豊川稲荷や武甲島で有名な高麗寺山をはじめ、湯屋温泉、愛知県民の森、角間ダムなどがあり、さらに天竜川の渓谷を眺めながら稲荷へと入ってまいりますと、右に南アルプス、左に中央アルプスの有名な山々がご覧いただけます。これから先、車窓に移り変わってまいります景色をどうぞお楽しみください。次の停車駅は御長篠です。10時45分の到着、出口は右側です。山陰南進路ですかね。約15分です。山の高さは695メートル、麓から1125段の階段を登ったところに高麗寺があります。本堂の近くには東照宮があり、これは日光、久能山とともに関東照宮の一つに数えられています。また高麗寺さんは霊長本放送で有名なところです。このハグツという鳥の鳴き声が本放送と聞こえるところから名付けられた名前です。はい、そしてね、車掌さんが沿線の案内をねかなり詳しくしてくれるんですね。これは定期特急ではかなり珍しいことだと思います。僕他に例ってね聞いたことないんですよ。観光特急とか臨時列車だったらね結構やってくれる人多いんですけど、ここまでね詳しく、いや、さすが JR 東海さん、すごいサービスいいなってね、はい、思いましたね。楽しいね飯田線秘境駅号もね昔乗ったんですけど、そこはもっとすごい濃い内容でしたね。そういえば、ご乗車ありがとうございました。まもなく湯屋温泉に到着です。湯屋温泉は蓬莱峡の渓谷に沿った大変景色の良いところで、1300年余りの長い歴史を持つ温泉です。蓬莱で乾杯の旅人は森本温泉疲れを癒し、また戦国時代の
上兵もここで登場したと言われています。温泉は天然温泉で駅付近一帯が温泉街となっています。京葉温泉を出ますと次は中部天竜に止まります。進行方向右側をご覧ください。この清流は豊川の上流、呉川の渓谷で蓬莱峡と言われています。この付近の川底は今が一枚の板を敷き詰めたように見えるところから別名北敷川と呼ばれています。ところどころに滝があり、滝つぼが両側の山々を映し出す景勝地です。ご覧のように本日川の流れは大変清らかで川底まで透けて見えております。夏は水遊びを楽しむこともできます。呉川、稲敷川のご案内でした。はい、そしてね、だんだん車窓がね、本当に山の中を走ってるっていう感じの車窓になってきたと思うというかね、気づかれる方多いかと思うんですけれど、まさにその通りでね、この辺りから飯田線の本数がぐっと少なくなります。日中なんかね、3時間ぐらい電車が来ない時間もね、確かあったんじゃなかったっけっていうぐらい、あのお客さんの数もね、ぐっと少なくなっていきます。そんな中をね、この特急稲地は颯爽と駆け抜けるわけなんですけど、そしてこうやってね、トンネルがね、めちゃくちゃ多くなります。かつて三新鉄道時代は、三新地下鉄道とね、言われるほど、おお、めっちゃ綺麗だな、といった感じで、風光明媚で、その代わりトンネルがね、ちょっと多い感じになっちゃうんですけどね。はい。今の地点から、愛知県の東平町に入りました。ここで、東平駅は、なんかね、鬼の、形をした駅舎をね、しているそうなんですよね。ちょっと見れたら見たいですね。あ、これですね。よかった、見えた。ちょっと濁ってるね。でもあれは間違いなく天竜川です。はい、ということで間もなく中部天竜、中部天竜です。ここはね、静岡県の浜松市の天竜区の、昔行政区分でいうと佐久間町に位置してたのかな。でもここはもう静岡県です。そして反対側には特急稲地2号とね、交換、待ち合わせのね、ために泊まってます。特急稲地号は1日2往復しかね、してないんですけれど、ちょうど、朝から夜まで、ジグザグみたいな走り方っていうか、ダイヤが組まれてます。そしてね、旧型国電の、イラストが飾られてますが、かつてここにレールパークというのがあってね、今のリニア鉄道館の前身がなんとね、こんな秘境の、駅のね、近くにありました。では、稲地号、上り列車をね、見送っていきます。あっちもガラガラですね。でもね、駅メモ効果で結構土日とかを中心にね、今乗るようになったみたいです。はい、そして中部天竜駅を発車いたします。こちら213系という電車ですね。ご覧の通り2扉のね、普通列車という珍しい列車なんですけど、基本的な機器だとかね、車体は211系にほぼ準拠している、211系の2ドアタイプと考えてもらえれば OK です。そして転換クロスシートなのでね、結構快適に乗ることができます。この中部天竜が本当はかつて、佐久間という駅だったんですけど、そこから中っぺ天竜という名前になって、その後中部天竜と、改称されたみたいです。そしてこちらがね、佐久間ダムの発電所になります。佐久間ダム自体はちょっとね、ここからまた離れたところにあるんですけど、電源開発のね、発電所はこちらに位置しています。はい、ただいま会津駅を通過中ですね。ここもプチ秘境駅として有名で、それからネットでね、少し怖い話のね、舞台になったところでもあるみたいです。詳しくはね、今、字幕に書いてあるところ検索してみてください。
はい、ということで今度はね三作坊駅を発車していきます。この三作坊が静岡県内で、最後に止まる駅ですね。まあといっても中部天竜と三作坊しか静岡県内止まる駅ないんですけれど、無料の駐輪場があるんですね。素晴らしいです。そんなもの都会だったら考えられないですからね。ということで三作坊も結構そこそこ大きい集落なんだなっていうのがね分かります。でもやっぱりなんか橋をね越えていかないといけないみたいなんで、はい、ちょっと歩くと少し時間かかるみたいですけどね。こちらもかつては、三作坊町というね町だったんですけど、合併して浜松市に編入されております。政令指定都市ですからね。皆さんこの言葉をよく覚えておいてください。はい、今ね通っている長いトンネルは大原トンネルというねトンネルです。三作坊駅を少し出てすぐこのトンネルに入ります。このトンネルは1955年に開通して、トンネルの全長がね 5063m 約5キロとね飯田線で一番長いトンネルとなっております。やっぱりこのトンネルだったり、それから秘境、人が誰もいないところをね走るので、この辺りの区間はねどうしてもワンマン運転をね、ちょっと躊躇しているというかね、見合わせております。やっぱり本当はワンマン運転すべき財政状況というかね経営状況の路線ではあるんですけれど、やっぱり何かあった時にね運転手さん一人だけじゃちょっと心細いとかね、そういったこともがあるので、車掌さんとねツーオペ体制となっています、普通列車でもね。ということでもう間もなくねトンネルを抜けると大空駅、大嵐と書いてね大空駅と、至ります。もちろんこの列車はね通過するんですけれど、大空駅はね駅舎が、有名な、なんか東京駅に模したね駅舎となっています。そして、川の反対側は愛知県の豊根村の富山という地区になるんですけど、かつてはね離島を除いて最も人口が少ない富山村として有名な場所でした。そして今度は長野県を目指していきます。これは秘境駅3位で有名な小和田駅でございます。ここから、いろんな箇所にね秘境駅が、待ってますのでね。やっぱりね県外というか電波が1本だけ立ってるんですけど、ちょっと、ね、使い物にならないっていう状況ですね。これはしょうがないです。でもやっぱり au がね若干弱めで、ドコモが結構強めっていうのをね聞いたことがあります。多分もう間もなくね中井侍通過すると思うんでね、ちょっとこっちの、席に移動していきましょうかね。多分お客さん他に乗ってこられない。中井侍って言えばね、何回か、なんか10代ぐらいの女の子がね、あれ乗ってきたのを見たんですよ、何回か。だから、ごくわずかですけど、住んでる、今は分かんないですけど、もう何年も前の話なんで、その女の子が住んでたっていうことでしょうね。それでなんか、逸話もいろいろあるみたいで、なんか快速が臨時で、中井侍に本当は通過するんですけど、その子たちのために停車させてたっていう逸話もあるみたいです。その真偽は定かではありません。そしてこの辺からね、おそらく長野県に入ってるものと思われます。ちょうど中井侍ですね。ここからも間違いなく長野県です。そしてもう間もなく稲子沢駅に入っていきます。ここですね。かつてはここも有人駅で、なんかね、
引き込み線もあるんですよね、みんなに。お、ちょうど、JR 東海の作業員さんがいらっしゃいました。ここもね、秘境駅ランキング、100位以内にね、入ったということなんで、こちらも秘境駅として数えられています。はい、この辺りでも、ウグスというね、駅になります。そしてあちらに見えるのが国道418号線ですね。このウグスという駅もそうなんですけど、この辺りね、とにかく難読地名、読みづらい地名が非常に多いんですよね。なんでなのかは分かりませんけど、びっくりしましたよね。三作母とかもそうなんですけど、あとシテグリ、今回駅メモで行くメロちゃんのね、由来の駅もそうなんですけど、とにかく難しいですよね。あ、これでね、これが旧橋梁、当時使ってたやつです。結構廃線マニアには有名な場所で、中トンネルがあっち側にもあるんですけど、そっちはね、本当は入っちゃいけないんですけど、入れるようにもなってて、線路がね、まだ一部残されている、ね、区間もあったりします。はい、そしてまもなく平岡駅、平岡駅です。平岡は秘境区間の中で一番都会というかね、街中にある駅なんじゃないかなと思います。駅には確かね、ホテルもあって、それからね、温泉も入れるようになってたりしてます。いや、懐かしいな。この辺り昔よく来てたんですよね。こうやっぱちょっとなんか昔と景色違うな。平岡を発車していきます。龍泉閣という、ね、名前のホテルみたいです。この辺天竜村という、ね、地名なんですが、おそらく、ね、そこから取られた、元へといえばやっぱり天竜川の竜なんですけどね。そしてこちらが平岡の街並みですね。三作坊よりちょっと小さいか大きいか、規模的に何とも言えないんですけれど、でもガソリンスタンドとか、ね、ちゃんとあるんですね。そしてところどころ南国に生えてるね、木とかがね、見受けられるんで、この辺結構あったかい場所なんじゃないですかね。しかし山深さっていうのはね、隠しきれず、かなり山の中っていうのがね、他の周りの情景とか景色見てもね、わかります。はい、こちらが、これ天竜川だったかな、支流かもしれないですね。ちょっとごめんなさい、詳しくは分からなくて申し訳ないです。そして一番前のね、1号車の、前面展望をね、しに来ました。 JR 東海の作業員さんもね、いて、ちょっと邪魔になってしまって非常に申し訳ないんですけれど、ちょっと撮らせてもらいましょう。この辺りは結構ね、区間が長くて速度もそこそこ出ますね。左側に見えてるのが多分天竜川かと思います。本当に山の中を縫うようにね、走っていくという表現がぴったりじゃないですかね。本当に山あり谷ありの路線、それが飯田線です。そしてこの辺りが飯田線のちょうど中間地点にね、当たるみたいです。中間駅が、だいたいシテグリですね、確か。それでシテグリメロちゃんもそこから名付けられたのかな、どうなんでしょうね。はい、そしてね、こちらがシテグリメロちゃんでおなじみのシテグリ駅でございます。まあなんていうかね、普通に秘境駅なんですよね。実はちょっとね、前面からだと分かりづらいんですけど、左にはね、天竜川の、ダム湖が広がっておりましてね、結構景色がいいところです。それからキャンプ場とかね、飲食店も近くにあったりします。そして温田駅に到着ですね。こちら近くに高校があるということなんで、結構ね、高校生の利用が多いみたいです。向こうには大きい病院とかね、なんか町もあるみたいなんでね、確か阿南町だったかな、そんな町があります。
そして、鹿児島駅を通過するんですけど、この辺りはね、安岡の発電所です。そして向こうがね、天竜川と、それからダム湖にまたがっててね、やっぱりダムが多いですね、天竜川。いかに、電力をね、どんどん作ってもらって、そしてね、電気代、どうにか安くならないですかね、という感じで。めっちゃ綺麗じゃん。ちょっと濁ってるけど、濁ってるの嫌いじゃないよ。濁り酒みたいに。はい、ここは秘境駅、金の駅ですね。空散歩って言われる、なんかね、散策できる橋があるんですけど、歩いてね、この飯田線とか天竜川をね、見渡せるんですよ。そしてここで景色が一変します。でマジックみたいです。はい、では天竜橋ですね。ここ天竜船下りでね、有名な場所で、まあね、いつか乗ってみたいなと思うんですけど、たびたび仕事でね、飯田には来るのでね、いつかはと思うんですけど、なかなかね、乗る機会というか、作ろうと思えば作れるんですけどね、不思議とまだ足が向かないということで、おーい、これは結構ビビりますよね、初見。なんてリアルな。しかし、イケメンですね。どっか欧米系な顔をしています。そしてここから秘境区間っていうのはね、終わります。はい、そしてここでチェックインしてね、はい、完了です。実はね、何回か飯田線の駅をチェックインしてたんで、今までね。そして全ての対象駅に行こう、ここでクリアとなっちゃいました。そして全てのミッションをクリアしようということで、これで飯田駅に行けばね、時間は決まってますが、景品もらうことができます。やったね。こんにちは、すいません。こちらで。
その一つ前の画面で13とか11とかその、13とか11数字が出るようなところって何かあります。あ、これです、ね、ですね、あ、失礼しました。あ、これで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでもらっちゃいました、飯田線記念乗車証と、それからね、アクリルスタンドでございます。手繰りメロちゃんのね、それも限定のオレンジ色をしたメロちゃんです。オレンジ色ということで JR 東海のコーポレートカラーなのですかね、それはちょっとわかんないですけど。はい、ということで飯田駅前がこちらですね。非常に暑い、なんか東京よりね暑い気がするんですけど、はい、これがね飯田駅の駅舎です。リンゴをねイメージしたそうです。この辺リンゴにつく、リンゴがつくね、施設とかね場所が多いんです。リンゴ並木にアップルロード、それからリンゴ庁舎とね、いろいろと、それが、飯田でございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、駅メモのイベント夏休みぐらい、8月いっぱいぐらいまでやってるみたいで、それから秋にもねやるそうなんでね、またもし機会があればね、秋のイベントも行ってみたいかなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。